鍋島玄武は、比善を義藩の第三代藩主。漢文2年4月26日、第二代藩主、鍋島忠志能の,の次男として、江戸斎岩橋中屋敷で生まれる。遠方6年に放送にかかってアバタ顔となった。このため、父から生死に指名されていたにもかかわらず、人前に出ることを恥ずかしいとして辞退し、以後は僧侶になろうとして、修行に励んだと言われる。 ところがその時の修行が効いたのか、文学に通じ力持ちで、なぎなたの名手とまで後に言われるほどになっている。また父、ジカノも、元部を愛していたようで、遠方7年12月に隠居した時、家督は元部に譲られた。第5代将軍、徳川綱吉から信任され、元禄5年3月に、区下接待役を任された。元禄6年7月に奥詰めに任じられた。 文学に通じ、また縁石関係もあって、水戸藩主、徳川光国と信仰があり、やりとりした書状が50通以上現存している。また、綱吉から東東海浜松藩への家造違法も、打診されたが、これは綱吉の死去とともに、立ち消えとなった。このように綱吉から信任されて徴用された反面、小木ではそのために、昭類やあれみの例が徹底されて両民が、 苦しめられたという逸話もある。聖徳3年1月、次男の元のに家督を譲って隠居する。7ヶ月後の8月13日、顔と胸の腫瘍が原因で死去した。去年52、ありがとうございます。